皆さんこんにちは、ゆきーチャンネルです。本日はこちらの極濃タンメン2つ目小山店さんに再びやってまいりました。私の動画では何度も登場するこの2つ目さん、マジで常連と言っても過言ではありません。ぜひ他の動画もチェックしてみてください。そして今年もこちらのメニューが始まりました。ウーロン茶来ましたよ。髪切りました。めっちゃ短い。人生初だよ。ほらかわいい、かわいい。キンキンに冷えてやがる。美味しいですか？一番絞りじゃないけど。まずはガツ刺しから。豚の胃袋だそうです。さあ今回初めて注文したガツ刺しをいただきます。どんな味がするんでしょうか。初体験です。うん、思ったより硬くない。そしてネギは大量です。もともとこのガツに味がしっかりついています。ネギと一緒にいただいてみます。酸味もなくて美味しい。続いてやってきたのが唐揚げセット。こちらもほぼ毎回頼みます。それにしても唐揚げ毎回大きいよ。見て見て、かじりつくのにもやっと熱々。これが周りがサクサクで美味しいんだよね。こちらはななみちゃん注文の濃厚タンメン。私とパパは冬季限定の極濃四川担々麺にしました。エビの香りとピリリとした山椒の効いたこってりとろとろの超超超濃厚なスープ。麺はもちろん自家製、二つ目の手もみ麺です。本日はこの担々麺が始まったと聞いて早速やってきちゃいました。とにかく私一押しの極濃四川担々麺。具材たっぷりなのでよーくよーく下から混ぜていきます。以前の動画でもあげていますが、この超超超濃厚なスープがたまらなくうまい。今年もやっぱり美味しい。具材たっぷりなんです。ひき肉がゴロゴロ入ってる。そしてこの二つ目さんの自家製手もみ麺、これがこの濃厚なスープが絡まってもちもち食感でたまらなくうまいんです。ここにすかさずスープ、これ最高にうまい。しかも辛すぎずパクパクいけちゃうこのラーメン。先ほども言いましたが、かなり私のお気に入りになっております。もちろんパパもハマっております。ここでななみちゃんの極濃タンメンを試食。と言ってもこちらも私のお気に入りで毎回食べております。安定の美味しさ、これは裏切らない。野菜たっぷりなのも嬉しいところ。この濃厚タンメンは毎日でも食べたくなる美味しさなんです。
まい。たっぷりあった担々麺もこんなに減ってきました。美味しすぎて箸止まらない感じです。そして濃厚なスープも飲みながら、というか具材が多すぎて食べるスープみたいになってます。これがまたやめられない、止まらない。唐揚げセットのご飯、このご飯にこの濃厚スープかけちゃいます。これがまたたまらなく美味しいです。担々麺にはご飯必須ですよ。もりもり食べれる。今日も食欲旺盛です。ここでご飯完食。さあ残りわずかのこの担々麺もいただいていきます。とにかく最後まで食べたい。美味しすぎて皆さんにもぜひ食べてほしいです。ここで麺はすべて食べきりました。残すはこのスープのみ。スープも美味しいから最後までいただいちゃいます。本当にひき肉がたっぷりと入ってます。最後の一口をいただいて完食です。あー美味しかった。ごちそうさまでした。みなさんこんにちは。ユッキーの娘のナナミです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。これからSNS のフォローもお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。そして次回からの動画の更新は毎週金曜日夜8時からになります。次回もまた見てくださいね。それではまた会いましょう。バイバーイ。